おはようございます。そうなの、家出てこれは無理だってなって、一回戻って上着変えてきちゃった。ここはあったかいね。確かに、ついてあったかいとホッとするから嬉しい。でもなんか、なんか最近ずっと寒くない？だよね、私がすっごく寒いってなるの珍しいっていうか。そうそう、だから余計ね。そうなの？最近今日の天気しか見てない。雪か、楽しみ。好き。たまにしか降らないから特別感っていうか、あと積もったら遊べるかなってワクワクする。うんうん。でもね、結局積もらなくても嬉しいんだよね。降ったっていう事実でテンション上がっちゃうの。そうだね、雪遊びは冬にしかできないし、何より雪が降って積もらないと無理だから、降らないかな、あわよくばたくさん積もらないかな。人数集まりそうなら雪合戦でしょ。でも積もってると移動が大変になっちゃうから、一人で遊ぶなら鎌倉作るとか。あ、雪だるま作る。だよね、ちっちゃいのだったら少し積もるくらいでもできそう。うーん、遊びたくなってきた。降りますように。おはようございます。そうだな、まずは雪が積もったら雪だるま作る。でしょでしょ。あとはね、おこたに入ってみかんを食べたい。変だって、冬っぽくない？おこたでみかん。ん？わあ！庭を駆け回ったり、こたつで丸くなったりします。おはようございます。冬らしいこと？なるほど、冬限定なんだろう。事務所で打ち合わせ、そんなに時間かからないと思う。
わかってるよ、そんなに子供じゃないはず、自信ないけど。もちろん、怪我したら大変だもん。いただきます。22、23、24、あと一つとプラス3つ。君は誰がいいかな。大きいから社長かな。プロデューサーでもいいかな。あ、のみんなの分作っちゃったでしょでしょ。作り始めたら止まらなくて。もう打ち合わせ始めるよね。中入ろう。プロデューサーかなって思ってて、これは社長にしようかな。あとはね、プロデューサーと葉月さんと私の分だよ。よろしくお願いします。光があるとすごいポカポカするよね。太陽って偉大。ちょっと規模が小さすぎたかな。あ、太陽すごいといえばね、雪だるまたちみんな溶けちゃってた。そうだね。でもでも、もともと雪ってそういうものだから。それにね、雪だるまたちが並んでる写真もしっかり撮ったし、何より作っててすっごく楽しかったし、溶けちゃったなーとは思うけど、溶けちゃったって感じじゃないよ。そもそもあんなに遊べるくらい雪が積もったことが珍しいんだもん。本当に？今日の天気しか見てないから知らなかったや。じゃあじゃあ、やっぱりあの日雪遊びできてよかった。プロデューサーとも遊べたし。ね？でも、そっか。今年はもう雪だるまの翼プロには会えないかもなのか。なんか、なんていうか、複雑な気持ち。よかったな、と、そうなんだ、と。
冬にしかできないことをやりたーい。あ、もちろんお仕事もちゃんとするよ。お仕事も今じゃないとできないことだもんね。